はい、皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。少し前になるんですが、 GoPro のバッテリー比較を動画化しました。 GoPro 純正のエンデューロバッテリー、そして Amazon などでよく見るクールショー、そしてホームスーツというこの3つのバッテリーの比較をしました。前回は常温で比較しました。今回の動画に結果も載せているので、今回の動画だけ見てくだされば OK です。そして今回の動画では常温に加えて0度、マイナス15度での環境でもこのバッテリーの比較を行いました。すべて GoPro のセッティングは GoPro 11を使い、ここに書いてある設定で録画時間の検証を行っています。最終的にバッテリーの強さ、検証結果に興味があると思うので、どんどん結果を公開していきたいと思います。もし今回の動画少しでも参考になった、良かったという方がいましたら、動画への高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまず最初にバッテリーのスペックを見ていきたいと思います。こちら3つのバッテリーの容量、値段、特徴を記載しています。容量、ここにスペックが書かれていますが、ここは実際に測ってみないとわからないということで今回の検証をしています。値段に関してはやはり純正の方が頭一つ抜けて高いのかなという感じになっています。そして特徴のところ、今回の検証に特に関係がある寒冷地対策というものがあります。こちらの方、GoPro 純正に加えて、ホームスイートの製品も寒冷地対策というものが謳われています。こちらの方に注目しながら今回の検証を進めていこうと思います。こちらは前回の動画で用いた常温での比較結果です。ここから見てわかる通り、再生時間、やはりバッテリーの持ち、GoPro 純正のものが少し良いのかなという結果になっています。そして少しこれが正しい値なのかわからないですが、個体差も出てると思いますが、クールショーの3回目のところ、59分というのがあります。こちらの方、少し異常値な感じはするので、まあ、ここを抜くと、それぞれクールショー、ホームスーツ、同じような性能、長さのバッテリーの持ちなのかなと思います。ただ、クールショーの方、1個だけやっぱりここ下がったというのは少し気になる結果になったというのが前回のおさらいになります。それではどんどん寒い環境の検証結果を見せていこうと思います。こちら0度の環境で実際に検証した結果となります。こちらから分かる通り、 GoPro 純正の方はやはり少し長い時間再生可能だったようです。そしてクールショーのところ、また一つだけ少し短い時間の結果となっているので、もしかするとバッテリーに個体差が出ていたのかなと思います。クールショーとホームスーツを見るとそんなに大きく差があるという結果にはなっていないので、この0度の環境はだいたい常温と同じような結果になったのかなと思っています。はい、こちらの結果いかがでしょうか。非常に面白い結果だと思います。こちらマイナス15度の結果になります。マイナス15度の環境で GoPro 純正のエンデューロ、こちらの方はかなり長い時間の再生時間という結果になっています。そしてクールショーの方を見ると、こちらは昔の GoPro 純正のように寒い環境で短い再生時間となっているので、以前の GoPro の純正のバッテリーと同じような特性になっているのかなと思います。そして驚きはホームスーツです。こちら寒冷地対策となっているので、寒冷地、このマイナス15度で非常に長い再生時間を残しています。この結果は本当にサードパーティーのバッテリーが欲しい、そして寒い環境で使いたいといった人に、どっちのバッテリーが良いのか、どっちのバッテリーが まだ長い時間を持つのかというのに非常に参考になるデータなのかなと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。今回は25度、0度、マイナス15度で GoPro の各種バッテリーを比較してみました。
GoPro の純正のエンデューロ、こちらの方は寒い環境になると再生時間が長くなると、新しいバッテリーの特徴がよく出た結果だと思います。そして性能も一番よく、長い再生時間を結果として出しました。ホームスーツの方は GoPro のエンデューロと同じような特性のバッテリーかなと思います。少し再生時間は短くなりますが、かなり性能面ではいいのかなという結果になります。クールショーの方は一つ個体差で性能が悪そうなバッテリーが混じっていましたが、それを省いたとすると25度0度ではホームスーツと大体同じような結果なのかなと思います。ただマイナス15度という寒い環境になると一気に性能が落ちるので、こちらの方は GoPro の以前のエンデューロでない純正のバッテリーと近い特性なのかなという結果になりました。はい、今回は検証の時間ものすごく長い時間かかったんですけども、結果をできる限りコンパクトにまとめた動画として仕上げました。この動画少しでも参考になったという人がいらっしゃいましたら、動画の高評価よろしくお願いします。そしてカメラ関係の情報もどんどん投稿していくので、ぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは本日もご視聴の方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。